飛信隊加入の裏に垣間見える悪意の塊。凶霊の狙い4つの可能性を考察。皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、飛信隊加入の裏にある凶霊の狙いについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、参考版派の方はご注意くださいね。尾平を長軍の吸収から救い出し、教会の元へと案内させた来訪者凶霊。飛信隊への加入を強引に認めさせましたが、その後の行動は、隊を乱すことばかり。一体、飛信隊に加わった凶霊の本当の狙いは、どこにあるのでしょうか。最新話の描写も加味した上で、4つの可能性を考察してみました。投稿後3時間以内のコメントは、一部を除き全返信させてもらいますので、あなたのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1、可能性1、飛信隊の破滅。まず、今回の飛信隊での暴走から考えれば、飛信隊を内側から壊したいのかもしれません。これは、真に打撃を与えるなどのような、国同士の関係に起因する行動というよりも、教会の目を覚まさせるというのが、最終的な目的なのかもしれませんね。以前、凶霊の目的についていただいたコメントの中には、教会を連れ戻しに来たのではという意見も多く見られました。この通りだとすると、凶霊や私有族からすれば、飛信隊は教会を縛る鎖とも考えられます。掟を破って里を抜け出したとはいえ、当初の教会は他人との関わりを嫌っており、まだまだ私有族らしい、内にこもる性格だったと言えます。しかし、飛信隊に長く居続けたがために、仲間との絆の大切さを認識してしまい、とても私有族とは思えないような、他者を大切にする意識が芽生えていますよね。ともなれば、教会を連れ戻すためには、その居場所である飛信隊を崩壊させて、彼女を元の闇の住人に戻してしまおうという狙いを持っているのかもしれません。今回気になったのが、凶霊について、教会が維新と過労点に説明するため離れた時に、軽口を叩きつつも、意味深な視線を3人の後ろ姿に送り続けていましたよね。この意味はやはり、仲間の存在こそが、教会を縛る、断つべき原因と考えていたのかも。その後の飛信隊の中での行動も、意図的にめちゃくちゃにしているように見えますものね。これはこれで、凶霊なりに教会のことを思っての行動なのかもですが、次回は、さらに最悪な行動を実施することで、飛信隊に内側から打撃を与えるつもりなのかも。2. 可能性に、教会の粛清。あるいは、凶霊の私有説が濃厚になったことから、教会のうちに来た可能性も高まりましたね。ご存知の通り、教会は私有族の掟を破って、私有とならずに、里の外に出ています。しかし、凶霊が明言しているように本来ならば、際に優勝して、当代の私有となった者のみが、外に出ることを許されるはずなのです。そのため、現在の教会の立場としては、粛清対象以外の何者でもありません。とはいえ教会は、全私有の幽霊を撃っており、長たちも、その実力は私有以上と認識しているはず。生半可な戦士を追手に差し向けても、いたずらに犠牲が増えるだけなので、際によって、当代の私有となった凶霊を、教会討伐に差し向けたのかもしれません。実力だけで言えば、誕生したばかりの私有だと、経験を積んだ幽霊よりも劣るかもしれませんが、重要な点として、凶霊は教会の同族であり、妹と言って良い仲の良さでもありましたよね。なので、凶霊が追手として戦えば、教会は本気で戦うことができずに撃てるはず。そう私有の長たちが病んでいたとしても、おかしい話ではないでしょう。凶霊の、掟を破って外に出た奴もいるという、教会への皮肉めいた発言は、今回の際を経て生まれた、やり場のない怒りを、教会に向けているようにも取れますよね。悲劇を経験した自分たちを差し置いて、自分だけは仲間と幸せそうにしている。そんな教会を見て、大切な居場所を壊してやろうと考えたのかも。3、可能性3、私有完成の仕上げ1。また、教会への追手という点では同じですが、違う視点で目的を考えてみると、際を経て誕生した、現私有へのための、最後の仕上げとしての意味があるのかも。664話の凶霊の語りでは、強がるかのように、自身を私有だと宣言していましたよね。この強がりのような主張を読み解くと、彼女は際に出場して優勝したものの、
まだ朝たちから正式にヒーローとして認められていないのかもしれません。なぜ認められていないのかというと、その理由は2つほど挙げられそうですね。理由の1つ目は情の残りでしょうか。真の雌雄に至るための最も重要な要素は他人との絆を断ち切ることです。そのために同族から2人を選出して最後の1人になるまで生き残り戦をするのです。当然3位参加したことでキョウレイは片割れである京式を手にかけ絆を断ち切っているはず。しかし一方で京式ほどではないにせよ姉のように慕っていた教会は存命であり、その絆が残っているがために完璧な雌雄になりきれていない可能性も。それを感じ取った巨王者たちは最後仕上げとして最終課題に教会の討伐を命じたのかも。飛信隊に加入した上で作戦無視での暴走をしているのは雌雄信任にケチをつけた教会への当てつけなのかもしれませんね。4可能性4雌雄完成の仕上げに。もう一つの教霊が雌雄と認められない理由は教会の幽霊打破にありそうですね。教会は教将の仇を討つために幽霊を狙い続け、見事その手で彼女を討ち取っています。これは一面で見ればただの仇討ちですが、雌雄族全体で見れば大きな矛盾の発生です。全雌雄の幽霊を討ち取った教会は現時点で間違いなく雌雄族最強の戦士となっています。鞘を生き抜いていないため幽霊を討っても入れ替わりで雌雄になることはできません。しかし雌雄に勝利した一族の戦士ということは疑いようのない事実ですよね。つまり教会が存命のままであれば教霊と共に雌雄族最強が二人存在することになり、最強の暗殺者として伝説を受け継ぐ現雌雄の権威性が損なわれてしまうのです。実際時系列は前後しますが、教会は自身を当代の雌雄だと身分を偽って暗殺者として欲違反に雇われ、聖の暗殺に加担したという前科もありますし、一族以外の者からすれば現雌雄は教会という認識になってしまいかねません。そのため掟を破り里を出奔した裏切り者の粛清も兼ねて、教王者たちは最終課題として教霊に教会討伐を命じたのかもしれませんね。最愛のシナイドを手にかけてまで手に入れた雌雄という最強の座なのに、教会の存在のためにケチをつけられればトゲトゲしい態度でもおかしくありませんよね。ちなみに教霊の狙いが武神光景を打った理神なのではとも考えましたが、これまで理神個人を気にする様子は全く見られなかったので、あくまでも教霊の狙いは教会たった一人なのだと思われます。教霊の目的が教会にとって友好的敵対的どちらだとしても、鬼神隊にとっては悪意を振りまく厄介な逆人となる未来しか見えませんよね。ここまで4つの可能性を挙げてみましたが、そうだと思える説はあったでしょうか。もしよかったら自分はどれだと思ったか、あるいは第5の可能性としてこれがありそうだという考えなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、軍師のコーランでした。またね。